高知食料は2011年から県と清流保全パートナーズ協定を結んでいて売上の一部を清流保全活動に取り組む団体に寄付しています今日う、高知食料の山崎大輔社長と浜田知事が協定書にサインし契約を更新しました高知食料は水質汚染の原因となる とぎ汁が出ない無線米を販売していて、売上の1キロあたり1円を寄付しています。パートナーズ協定の期間は3年後の3月31日までです。